切手のない贈り物ってどういう意味なんだ？歌のことだよ。思いをたくさん乗せた歌には切手も貼れないけど、素敵な贈り物ってことだよ。そうですね。切手は貼れませんが、声は貼りましょうね。うわー、なんかうまいこと言われたぞ。私からあなたへこの歌を届けよう。広い世界にたった一人の私の好きなあなたへ。年老いたあなたへこの知り合えたあなたにこの歌を届けよう。今後よろしくお願いします。名刺代わりにこの歌を。別れゆくあなたにこの私が